政治と金のミステリー第3回ロッキード事件。昭和51年2月4日、アメリカ議会上院で行われた外交委員会の公聴会にて、カリフォルニア州バーバンクに本社を置く航空機メーカーロッキード社が自社の航空機を売り込むため各国の政府高官に巨額の賄賂をばらまいていたことが判明。さらにその後の公聴会において、ロッキード社副会長アーチボルド・コーチャンが日本における工作について証言。公聴会から4年前の昭和47年、日本の行動派右翼の大物児玉義夫や、国際工業グループ創業者の小佐野賢治、ロッキード社の日本代理店であった丸紅商事などを通じ、日本の政界にも30億円以上の資金がばらまかれていたことが明らかとなった。コーチャンの証言によれば、金脈問題で総理の職を辞していた田中角栄も、在任中に5億円を受け取っていたそうだ。このような工作により、政府高官が口利きを行い、全日空がロッキード社の L1011 トライスターを購入、防衛庁が同社の P3CO ライオンを採用していた。アメリカの公聴会で事件が明らかになった直後、三木武夫首相は真相究明を約束し、東京地検特捜部に対して早急に捜査を開始するよう指示した。約2週間後の2月16日、小佐野賢治、全日空社長の若狭徳次、丸紅会長の檜山浩らへの証人喚問が国会で行われた。この際、小佐野が何度も繰り返した、記憶にございませんという答弁は流行語にもなった。世論の後押しを受けて真相究明を推し進めた三木であったが、彼が率いる三木派は自民党内で最小ともいえる少数派閥であったため、田中派議員を中心とした他派閥から三木下ろしと呼ばれる強い反発を受けることとなる。7月26日、東京地検特捜部が異例のスピードで田中を逮捕、8月には元運輸大臣の橋本富三郎、元運輸政務次官の佐藤高校が逮捕されたことで、自民党内の分裂は決定的となり、三木は解散権を行使できないまま、戦後唯一の任期満了による衆議院選挙を迎えた。この選挙で自民党は16議席を失う大敗となり、三木は責任を取って辞職した。ロッキード事件で起訴されたのは、田中、児玉、小佐野を含む計16名であり、全員が有罪判決を受けたことで、事件は一応の収束を見た。一方、捜査が進展する中で関係者が次々と謎の死を遂げたことも話題となった。立て続けに急死したのは、事件を追っていた日経新聞記者の高松康夫氏、児玉義夫の元通訳の福田太郎氏、田中の運転手である笠原正則氏。国民の間では、証拠隠滅のために抹殺されたのではないかという疑念が渦巻いたが、真相は定かではない。